皆さん、こんにちは。ようこそ私立大学のオンラインオープンキャンパス。今回は経営学部をオンラインオープンキャンパスを開催いたします。本日の司会進行役は私、多賀公人です。プロフィールをご覧ください。長らくテレビ朝日系列のテレビ局でアナウンサーをしておりました。キャリアコンサルタントでもあります。皆さんの人生の大きな選択の一つ、大学進学のお手伝いができたらと思っております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。そして施設紹介もこの方をお呼びしています。長らく、ニュースキャスターをしておりましたフリーアナウンサーの信長アナウンサーです。信長さん。はい、施設紹介を担当します、フリーアナウンサーの信長ゆかりです。就実大学経営学部のキャンパスはですね、はい、とってもスタイリッシュで綺麗な建物がたくさんありますので、皆さんご期待ください。はい、さてオンラインオープンキャンパスということで、はじめに今日参加してくれている先生方を順にご紹介したいと思います。プロフィール、そしてですね、一言ご挨拶をいただこうと思います。はじめは野本学部長です。野本先生、おはようございます。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、ちょっと先生、よろしくお願いします。手が届かないようなところに画面があるんですね。まあ生放送ですんで何が起こるか分かりませんが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ続いては大塚先生のプロフィールです。ご覧ください。はい、あ、このポージングがまた素晴らしいですね。大塚先生の特技趣味はバスケ、水路探検とあります。大塚先生、おはようございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。趣味特技で水路探検というのは、はい、これ何なんですか？私岡山に来たのがまだ1年半ぐらいでして、岡山に初めて来た時に水路がいっぱいあるなっていうふうに思ってですね、最近はそれを探検するのが趣味になっております。そうなんですね。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続いて加賀美先生のプロフィールです。はい、あ、加賀美先生はなんかコーヒーブレイクの時のおしゃれな写真ですね。趣味は料理とありますが、加賀美先生お疲れ様です。はい、こんにちは、加賀美です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、趣味は料理なんですか？はい。どんな料理をされるんですか最近では？まあ、最近はちょっと中華料理にハマっていて、餃子作ったり麻婆豆腐作ったりしてます。そうなんですね。今日はよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。続いて甲先生のプロフィールです。あ、甲先生も素敵なポージングですね。読書、YouTube 鑑賞、犬の動画とありますね。甲先生、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。そして、高校生の皆さんに近いですね、大学生の丸山さんと美濃さん、お二人も準備してくれています。プロフィールをご覧いただきましょう。経営学科の4年生、お二人ともそうなんですね。まずは丸山くん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。4回生の丸山です。そこはすごい教室ですね。そうですね、102という教室です。あ、なんかこうオペラハウスのような感じですけども、今日はよろしくお願いします。お願いします。そして美濃くん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。美濃くんは今日は自宅からですか？はい、自宅からです。はい、じゃあキャンパスライフについていろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いて OG の方のプロフィールをここでご覧いただきましょう。 OG の大野さんと大西さんに今日は参加してくださっています。2019年度お二人とも卒ということで、お互いお友達なんでしょうか。まずは大野さん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大野さんと大西さんは顔見知りですか？はい、あ、はい、そうです。じゃあ大西さん呼んであげてください。はい、大西さん。大西さん聞こえますか？はい。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。勉強のこと、またキャンパスライフのこと、アルバイトのこととか留学だとかインターンシップ、いろんなこと聞かせてくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。そして、入試に関することはですね、大下さん説明今日していただきますので一言いただきましょう。入試担当の大下さん。どうも、入試課の大下です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そちらも素敵な場所ですね、大下さん。あ、こちらはエコモンズといって、大学生が自由に使用したり、お給料を、食べたりするところなんですが。はい、今日はよろしくお願いします。そしてですね、皆さん、これ生放送で双方向でやっております。画面の下のですね、Q&A というコーナーがあります。今、画面が出てきました。Q&A ボックスの使い方。ここからですね、私立大学の経営学部ってどんなところ勉強とアルバイトできるの、いろんなこと、どんなことでも結構です。こちらに生放送中にお寄せください。時間中にお答えできない場合は、後日ホームページで責任を持ってお答えできるようにしたいと思いますので、たくさんのご質問をお待ちしております。さあ、たったの1時間ということで全てをお伝えすることはできないんですけども、質問は何なりとお受けしたいと思いますので、こちらの方にお送りください。